生ものは、1000枚からスタートを、少し切り方独特だね。ここはオープンしたばかりの焼肉屋さん。駐車場はないけど、g r 茨城駅から歩いて、8分ぐらいかな。ここは前も、焼肉屋さんだった気がする。来たことないから、中が変わったのか、そのままなのかわかんないけどね。中綺麗だから、作り直したのかも。小さなお店だけど、カウンターもテーブルもあるよ。 壁には手書きのメニューがいっぱいあったよ。お肉はいろいろあるけど、生物は千枚だけで、ローストビーフのユッケ風があったよ。生物は物足りないけどね、お肉の良さに自信があるみたいでいうお肉。赤身も脂身もいい感じだよ。食べて欲しいのは、おすすめで黒板に書いてあるよ。スープはもう少し研究が必要なのか、冷凍のテールを鍋で煮立てただけだったな。お肉は、全体的に美味しくて、 リーズナブル。店員さんもみんな優しかったよ。ラーメンも美味しかったけど、韓国の市販のラーメンを袋から出して卵を入れただけとは思えない美味しさ。でも作るところは見せない方がいいかもね。ごちそうさまでした。